ちょっとなんか年、老いなのかどうかなっていうさ、話があって。<laughs> ちょっとちょっと、そがれちゃうそがれちゃう。おもろちょっと待って待って待って。お前、その他のラジオ聞いてみて。本編始まる前、津波っていの話でさ、こんな本格的な邪魔って入んないんで、普通。<laughs> 入りが大事かなって,って。何、老い老いというか、あのー、うん、まあ、 でそのロケがそのまあえー、っとね子供たちがお寿司屋さんで人気のメニュー、えー、子供向けに作ったメニューを食べてくれるかどうかみたいなのをモニタリングするみたいなっていうのがあって、うんはい、でやっぱりこうどうして小学校中学年から高学年ぐらいの小学生が50人ぐらいお寿司屋さんに<ー>回転寿司屋さんねにいてみたいな。でやっぱり 撮影の都合上、うん、最初タッチパネルで頼んでから、うん、来るまでにやっぱちょっと、えー、いろんなグループがあってうん、うん、そのグループのいろんなグループのほが何を選ぶんだろうなみたいなやる中でその頼んでからやっぱちょっと時間かかっちゃうのやっぱり待つ時とか1時間とか待っちゃったりとか。はい やっぱ、まあまあ、かわいい。まあで、一応、その子たちも、なんとなくそういう場には慣れてるような子だから、別にもう、文句言ったりはしないけど、おとなしく待ってくれてんのよ。うん、その、おとなしく待ってる姿も、なんか、偉いな、とか思いながら。うん、で、いざ、えー、じゃあ、次、食べるとこ、撮り、撮るんで、皆さん、そろそろ寿司来ますよ、みたいな。で、回転寿司のレーンからバーって、流れてくる時も、みんなその、流れてる奥の方、こう、って見ながら、うん、で来た瞬間、やったーみたいな、もう,う、ね、みんなもう、大喜び。うんうん でも寿司口に入れた時、わあおいしいみたいな。これ、うん、なんかもちょっと全然俺、俺俺もまあこれパーティーちゃん3人ともなんだけど、うん、なんかうるっときちゃってその。<laughs> あのね、<laughs> これは僕もよくあるその僕たちってさ、こ、うん、のこの世界でさ、大人たちとま日々戦ったり、うん、まネタを探したり、うん、ちょ人間を出したり、ちょっと汚いとこもあったりとかしながらやるじゃん。うん、あんな純粋な素敵な生き物に対峙した時、うん、子供ね。うん なんかね、ほんと、汚ねな、俺って、こう、すっごい毎回思う。なんかね、うん。で、これが果たして、だから、これ、老いから来てるものなのか、疲れてるのか、うん。これ、どっちなんだろうなっていうね、うん。えー、わかりました。うん。わかった。うん。はい。どっちですか、これ。疲れです。<laughs> あ、疲れこれ。はい。そうなん、俺、まあ、俺、そんなに、めちゃくちゃ、なんつうんだろう、子供かわいいみたいなタイプじゃないの。うん、マジ、普通なの。うん。あの 数ある命ののの中つ守らなななきゃいいいけけうだよでもそんな俺でもその子供たちになるよ子供って俺本当にねこの前初めてうちのおいっ子おいっ子の1歳の赤ちゃんがいるんだけどその男の子なんだけどねをベビーカーに乗せて俺人っきりで散歩したのお母さんが見ててほしいってなったからで散歩してさこうね商店街ぐるって回りながらで飛行機見たらあ ウィー、ウィー,ーとか、ブーブーとか、ブーブーとか言うの。うんうん、俺マジでそ、その時後ろから車とか通ってくるじゃん。うん、それを睨む顔がライオンみたいな顔になってた。の <laughs> この子を守らないといけないって。<laughs> <ー>なんつうの、そのうん、うん、親って、うん、これの何倍もすごいんだなっていうか。そうね。 お前の中でやっぱあるんだなある俺今8人ぐらい欲しいもん子供ダメだだってお前リナピッピ見てリナピッピのッパーおっきいねって言っちゃうんだからやめろよそれ俺マジで嫌なんだけど俺昨日リナピッピにご飯連れてってくださいって言われたのなんか夜ね大輔さん腹減りましたみたいな夜行きましょうって言ったけどんかこの件があるからんかちょっと俺変なふに見られたくないけと断ったもんなんか俺そんなことないのにええ 自覚して前回話しましたけどはいということで今日も始めていきましょう「ミノルキート計」を <laughs> スガちゃん大ちゃんの登り気味 どうもパーティーちゃんの真ん中の赤男菅ちゃん最高ナンバーワンですどうもチャンピオンズの右側の大きい方大ちゃんですはいポッドキャストオリジナルコンテンツ菅ちゃん大ちゃんの上り気味第66回目始まりましたこの番組はパーティーちゃんの菅ちゃん最高ナンバーワンとチャンピオンズの大ちゃんによる番組ですはいということで前回はね土佐兄弟のゆうきくんが来てく,てえ来てくれましたけどねそんな会やなかったですよね <laughs>、えー、いい全然し楽しくなかったですありがとうございました大、ね、ちゃんのそのハラスメント疑惑がいや俺もうあれよくなかったもん <laughs> はいなんかねもう嫌でした いや、だって、完全にあなた怒ってましたもん、これ。怒ってるよ。<laughs> 今、も<し>今も怒ってるっ。だって、そんな、分かってるじゃん、みんな。その、頃合いとかあるじゃん。うん、ね。うん、そのあ今、下ネタ言ったら、ちょっと笑いになるかな、とか。うんうん、でこのくだりが、なんかね、そんな二人っきりで言ったらしないよ、本気の。 でもそれはでもわかるよその俺が思ってないんだけど向こうが思ってるかもしれないでもか,かるもう,もう怒ってんじゃんほらこれもお前何,<ー>何らかのハラスメントより俺が後輩だったら <laughs> いやあのねこれ俺とうき君ねだけだとあの偏った意見なんじゃないかと思って実は僕前回の収録終わりから集めたんですよデータを、うん、まあきょんちだったりとかあなたが昔バイトしてた先の芸人とかうん、うん ちょっとそういう話になって聞いてみたところいや、うん、もちろん慕われてはいるんですよあなた、うん、嫌われてると言ってないですよね、うん、ただこのままだとやばいおじさんにはなると <laughs> みんな口々同じことを言っておりましたやばいというかキモいおじさんいやいやいや,いやめっちゃ慕たあなた嫌いな人はいないのあなたのことみんな慕ってはいるんですよもちろん大好きだとでもたまにいるじゃんその乗りきっちいおじさんいるなんか 全然話めっちゃ懐でかいバイト先の店長みたいな感じでしょあのそうそう優しいんだけどたまにちょこちょこキモいみたいなお前がやるとんは楽しいんだよ「うん、わ」っつって「ちょ,ちょっとあの外回り行ってくるわ」とか言った時「うん、さっきのあれさすがにキモすぎたよね」とか若者に言われるタイプのおじさん <laughs> なるほどね <laughs> いや食ら,らうのやめろやお前そのさなるほど、ね、まあでもゆきくんとすがちゃん <laughs> かったね、やばやばいよお前お前2人,人がやばいの俺言っとくからねマジでやばいよっていきやばいよお前 <laughs> さあすごいねなんか本当に渡辺に怒られるよそんな <laughs> そんなフォームでラジオやってたらお前自分のさ嫌なことくすぐられたらさ <laughs> 俺はいいや最悪あの男ってそういうのなしにしてるらしい <laughs> この前あのー、まあ土佐兄弟ってさ、うん、結構クリーンな仕事多いじゃないそうですねあと企業のさ、うん、商品の PR とかやったりとか土、うんあのー、佐兄弟のお兄ちゃんとさ二、うん、人でさ、あのー、ちょっと喋ってる時、まあ、飲みながらね喋ってたら、あのーまあ、そういう、えー、キラ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 というか、うん、ちゃんとした側面とやっぱり 芸人としてそうやってこう下ネタ言ったりとか、うん、いじられて「うわい!」とかやるっていうこれのバランスが本当に難しいんで悩んでた <laughs> <laughs> 確かになでも金を稼ぐにはそっちね,そうだね PR できるぐらいクリーンでいった、うん、いる間の姿であるべきだし、ね、でもやっぱ俺芸人になりたくて十<ー>何年前俺はこれを目指してとかって相談されて、うん、それで途中からもう神経しゃべってた時いやそれすちゃん最高ナンバーにする相談じゃないけどと思いながら。<laughs> でも確かにあのカルチャーズ出させてもらった時とか<ー>け聞いたりしてる時とか、うん、あ結構下ネタ言うんだなとか思ってたそのああまあだからラジオはそういうことかね割とこのなんつうんだろうコミュニティとしては閉鎖されたコミュニティ、うん、だ割とんかも,もっとメディアのこのさ地上波のまあ確かにとか今でも土佐兄弟さんちょっとやっぱルフィだからね、うん、まあねやっぱ我々の、うん 主人公ですからね。主人公だね。ねでもその悩みはあるかもしれないですね。まあね。はい。だっていう、だから大ちゃんも、だから今あなたもあれじゃないちょっと分岐なんじゃないのいや、めちゃくちゃ分岐です。どっちで行くのか。で、お前はどっちでも行けるタイプじゃないああ、その。クリーンに爽やかにも行けるし。はい。まもっとこう芸人臭い感じうん。 だ今、大崎さん、完全にそっちへ行ってるじゃない、ね、ノブロック TV でね。ねすごかったな、あれね。<laughs> 別あれ、風俗盗み取りと一緒だからさ。<laughs> <laughs> SM クラブ見てるだけですからね、はい、とか、ね結構エロ系多いですし。ど,どっちに行きたいの大ちゃんいや、でもこれはね、無理をしないクリーンな方に行きたい。あ分かるその、このまま、人間味のあるクリーンなやつなんて、そのマシーンみたいになりたくない。あー でも難しいのよこ,れ、ね、これ僕いろんなねちょっと先輩から僕も相談してた時期あったんですよ、えー、やっぱねクリーンにクリーンにっていう言い方があってるかわかんないけどそれこそ「ヒルナンデス」に出れる人とかそれこそタレントっぽくあう動く芸人になるにはそういうやっぱ完全にハードウォラ的なのは断っていかないとちょっと難しいっていう話を。 されたことがあってあ<ー>やっぱそうなんだどっちつかずはもしかいつかはうまく両立できるかもしれないけどどっちか今選ばないと難しいのかもね今、うん、もしかしたらチャンピオンズは、うんうん、そのスタッフさんたちとか周りからしたらめっちゃ中途半端なのかもしれないね、うんうん そのクリーンな方で使いた多分出た時ってそんな感じでその面白そうで「ちょんてつなよ大ちゃん見て!」ってパンみたいな感じもしそっちだけやってたらそっちの仕事じゃあ使おうかな明るいしロケ行ったら盛り上がるよねとかんかそういうのはあるかもしれないけどでもそのエッチな仕事もやりだすといやでも。 ちょっとこういうのもあるからなっていうのはあるのかなって。なるほど。で,でもそっち側の面白い方からしたら、うん、やついや使おうって思うけどっていう。うん,、うん、うんこれめっちゃ。<laughs> いやでも俺バランスで考えたら、やっぱダイちゃんは爽やかにさ、時のだからあのセシタさんみたいなセシタマンみたいなさ、はいはいはい。ああいう感じが一番いいよね。いやでも僕だって正直そのエロはなんてそのなんていうかな、ね。 えー、凝り固まったエロっていうより、僕、爽やかなエロなんで。<ー>わかります女性って素敵綺麗<ー>とか。<ー>いいなとかだから、その、ねちょねちょしたいとかはないねん、俺。え、さっきその、僕とゆきくんが。いや、ま、それは、<laughs> あなたたちの事実を話すだけで。だって僕したことないじゃん。んあなたたちが見てる。 マジでないと思うよ。うああ、確いやうんちょっと待ってよ。ああ。俺がね、ああ <laughs>、構えてる。ああ、フティングボス撮ってる。<laughs> やめましょうよ、こういう、ね。いやめましょうやめましょういや、いやまあでも、まあ、まあまあ。すごくわかる、今。うん。あの、だから、パーティーちゃん見てると、あ、やっぱは、うん、あ、華やかだなって思うもん。 いや我々はだからもう下劣に進みましたから完全にだからそういう爽やかなね案件みたいなやっぱばらしになりますしえー、でもなんか企業さんのさ PR とかもやったりまあだからそうお酒のやつとか我々<ー>っぽいやつああなるほどねあったりしますけどまあまあまあ確かにすごいなそう考えるとすごいなうんいやだからそのちゃんとプロデュースできてるじゃないまあねこれでも,もまあねこれうん びっくりだまあ結構俺そういうのさプロデュースというかさ好きじゃないなんかんごちゃごちゃ考えたりするのん俺世間のさイメージがさどっか知的なブレーンと思ってたのねそう思われてる、うん、で面白そう出て1年ぐらいそう思われてたのよ、うん、最近も全然なんか初めて会ったアイドルの女の子とかに、うん、なんか菅ちゃんさんって すごい天然なずっこけイメージだったんですけど、うん、意外とちゃんと喋ったら、なんかそういろいろ考えてるとこあるんですね、逆になってる <laughs> 逆になってんだ。うっかりムカついちゃったね。<laughs> やでだからなんかあの、ノブロック TV のドッキリあったじゃないですか。あ<ー>あギャルが、すが、えー、ちゃんがポンコツでギャルが強いみたいな。そうそうなんかあれがリアルに思ってる人が多いのかな。人いるのかなと最近の俺の。 出方とかも含めいやでもこれまあでも菅ちゃんも聞いたかもしれないですけど、うん、あの朗報がもう知ってると思いますけど、はい、あの渡辺ナンバーワン決定戦の決勝の時にほんとさいや俺も僕 SNS でね「うん、見ましたわなんか誰かがそこの部分を、うん、文字にして」ええ「会いたかったじゃなくて呼ぶんだよ」って。<laughs> <laughs> 会いたかったじゃないんだよ。ああ<ー>、そっですねって思いましたけどね、その。いじってんだよ、あれも結局。我々がさ、<laughs> ナンバーワンでさ、決勝上がれてないでしょうね、うん、みたいなさ。いや、でもすごいことよ。そう、まあね。やっぱ仕事をしてるってことですよ。その、あんな場で、カジさんから名前が出るなんて。ちょっとそれのメールも来てるわ。はい、ラジオネーム大福、ええー、ラジオネーム大福案この木。はい。で、はそのカジさんが、渡辺五来ナンバーワン決定戦で、パーティーちゃんいないの残念ですね。 菅ちゃん痛かったなって言っていました。うん、雨アメトークめちゃくちゃ滑ってた気がしたんですが、うん、ハマってますって。うるせえよ、お前。うるせえよ。<laughs> お前、<た>あのな、お前みたいなこういう声が届いてんだよ、テレヤさんにバカ。上りんのみんなも心配してるってよ。滑ってたよ、確かに。まあ、その流れどうでした決勝。ちょっとだいぶね、うん、放送上空いちゃうんですけども。いやいやいや、あのー、やっぱ負けたんですけど、大敗戦、ナチョス、ね。ナチョスに負けましたね。はい、で、なんかね、あのー、<laughs> <laughs> その後ね、うん、佐久間さんと、まあ、まあやってみて、まあ、でもすごいあったかいお客さんでめっちゃ盛り上がってくれたんです,で、はい、すごい、まあ、笑ってもくれたしトップバッターとしてはこう大会をこう盛り上げることできたかな、うんうん、ただ対戦として、うん、チャンピオンズとしてどうだったかっていうのね、まあ、あの現場もありましたけど。うん まあ、その終わった後に、こう、佐久間さんとか、カジさんとか楽屋に行って、ありがとうございました、って言って、こう話聞いたら、あ、それこそ言ってたと、表で言ってた通り、あの、僕が知ってるチャンピオンズでしたっていう。あれね。うん。シンさんの時言われたんだけどね。そうそうそう。でも本当に、あの、僕たちは、ちょんてすなよじゃないネタで言ってるから、違う漫才見してるぞって言うんだけど、その後打ち上げでもね、佐久間さんとかじゃないわ。岩井さんにも言われたの。お前ら何やっても一緒だから、なってやって。 あれ、ね、チャンピオンズってあの漫才やろうあ漫才ってかそのチョンテスナヨじゃないやつやろうが、うん、チョンテスナヨやろうが、うん、あれ何やっても一緒なんですか <laughs> このいやこれさこれ芸人まあ芸人じゃなくてもあるあるなかもしれないけど、はい、俺らからしたらいやこのネタとこのやつ全然違うからって思ってても、うん、やっぱ1ミリも伝わってんない俺らも漫才やっぱりこのネタ結構システムにしてそう 緻密にやってるけどああやっぱ全然変わらないんだよ、うん、でいいことでもあるんだよやっぱ漫才に人間出てるってやっぱある種漫才の成長の1個目の段階というかそれはもう見事クリアなんだけどこれつ次のフェーズね全部一緒全部 <laughs> 全部一緒これただごめんなさいね、あのー、こんな同業で気持ちも分かる僕からしても、はい、あ別に一緒ですやめてよ <laughs> 別にチャンンピオンズ何やっても一緒です ちょっと。すみません。確かに、うん、あの、その、ネタパレとかね、うん、何度か、ネタパレはね、ちょんてスなよ以外のネタを出させてもらえるんですいつも。ちょんて、うん、スなよじゃないネタで出るんですけど、うん、毎回、こう、南原さんとか、うん、皆さんが、あの、とにかくチャンピオンズは、台本にしたら全く面白くない、ねうん、<laughs> いや、そうですよ。ちゃんと聞いたら内容がゼロなんだよなと。はい、でも、笑ってしまうみたいなのは、陣内さん、フォローしてくださるんだけど、うんうん、まあ、 そこ的には芸が浅いという芸が浅いっていうのをおっしゃってまして、あの伝説の、はい。南原さんか。はい。じゃあ、南原さんか。そういう伝説の芸人さん。いや、まあ、そうなんですよね。だから、ちょこちょこバレてる。令和ロマンの車にも言われたんです。チャンピオンズさんって、絶対夜ですよね。え、なんでうん。いや、昼っぽくしてますけど、お互いちょっと夜のバイトしてませんでしたあ、ええ、あそこまで見透かされてんだ。 やっぱりだってノリがそうですもんただ、うん、夜って結局最高なんですよってあいつは優しいから褒めてくれた、うん、いやそうなんだ結局やっぱ酒飲んでゲラゲラ笑えるの芸が一番最高ですから, <laughs> からすなわちだからそのもう本当テレビは23時以降出てくださいって <laughs> やめてもう, <laughs> うんそうそうで結局だからその 吉田会長にも、うん、来年は新しいチャンピオンズが見せれるように頑張りなさいねって言っていただいたんですけど、うん、新しい僕らって、もう何ですか、あの、衣装の色変えるとかしかないんですかね、その <laughs>。<laughs> いやだ、これだ、これ今、我々も今困ってるフェーズですかね。はい えー、だからちょっとコントに力入れようと思ったのよ漫才で見っ切れてないから俺らもあ<ー>らこれが例えばもう一個進化でだからキャラとか変えなくていいんだけど、はい、見せ方を一個変える例えば、うん、ペコパさんだって、はい、ただナルシストの人が肯定するツッコミに回るというシステムを作ったの、はい、あのモグライダーさんもともしげさんのバッカーをちゃんとゲーム化して、うん、え一個筋をやりながら見せるみたいな、はい、ああいう一個もう一システム見せるだけでネタに深みが出るっていうなるほど 思いつかない思いつかないなむずいむずいじゃあもう逆に言うとあなた方チョンとだからチョンもさ俺らの中ではリズムネタとかシステムと思うけど全然そうじゃないんだね、うん、ただ日本一面白い大崎と大ちゃんがふざけてるだけ <laughs> 難しいねネ、ね、タって難しいですねちょっとまあでもナンバーワンは結構やっぱえマソさんがやっぱすごいなって改めて思ったうん、うん、すごくいい大会でしたけどやっぱ、ね、ちょっと後輩に負けて悔しかったですけど、うん だから来まあ来年もじゃあ目指すってことですねナンバーワンはいや目指しますよもちろんもちろんもちろんちょっとやっぱそういうこともやっていきたいもちろん、うん、いいですね、はい、さあということでちょっと今回、あのー、メールがたくさん届いてるので後半はメールのをたくさん読んでいきたいと思いますすがちゃんイちゃんの,のぼり気味 はい、パーーティーちゃんのすがちゃん最高ナンバーワンとチャンピオンズの大ちゃんがお届けしている「のぼり気味」気味さあ嬉しいことに読み切れないほどメールがたくさん届いておりますえー、嘘そんな生きてんの嬉しい,い嬉しいって言ってるねはいあのちょっとこのコーナーの前がさあんまさあの表で言わないぐらい居酒屋で話すような内容を届けてしまったのあのちょっと本当の心の内を話してる、ね、珍しいよラジオでガチ話して <laughs> いいじゃないですか。まあまあこれが登り気味の良さでもありますからね。さら、はい、け出す。さあじゃあメール読んでいきましょう。はいえー、ラジオネーム、えー、大,福大福あんこ抜き再びですね。6月18放送のアルコピースの DC ガレージで平子さんがスガちゃんタイムマシーンさんごモンさんリンダからインフィニティのデンと ラウンジ上で飲みに行ったた話をししていました、うん、えその中で須賀ちゃんがえおじさんと女の子の駆け足になってそれぞれに話を振り回し盛り上げ平子さんの話を腐すことなく真面目に向き合ってくれと完璧な振る舞いをしてくれたと平子さんが褒めていました、うん、ぜひネオ平子軍団にとのことです誘いがあったら受けますかと、うん、いやこれプライベートでプライベートでえー、いやこれねまあ僕も聞いたんですよこの DC ガレージ、うん、で もともと俺平子さんに「のみ誘ってくれ」って結構昔から言ってたの結構平子さんよく、うん、あの仕事一緒になるしうん、うん、それこそマルコ・ポロリとかでバチバチにやり合うみたいなこともあったしみたいな、うん、あとしくじり放送学園っていうねアルピーさんがやって20分トークするみたいなのでも平子さんに俺がマジ相談してそれアドバイスしてくれるとかもあって、うん、で俺が「ちょっとマジのみ連れてってください」って。 って言ったら、うん、あの X の DM 平子さんからは急に来て「<う>行こっか」だけ来てうれ、ん、しいと思ってでい,やいつでも誘ってくださいみたいな、うん、ででそこで LINE 交換してあのでも全く来なくて連絡がうん、うん、1そか1ヶ月ぐらい、うん、ちょっと誘ってほしいなって思ったタイミングで「す、うん、がちゃんいついつの何曜日に何してる?」って言われたから。 やっっとと来たと思って、うん、でさあやっぱ何つうんだろう、まあ、おこがましいけど僕んか平子さんと俺ってすごく大きく食ったらさなんかこうか,かましキャラというかああまあまあまあはいはい言ってることは昔の平子さんの出方ちょっと俺が真似したりもあるし勉強したりもあるからちょっと真面目に相談というか熱い話でもできたらなって思って、うん、行ったらなんか最初平子さん一人でってこうやって乾杯ってこう。 飲んでさで平子さんってめっちゃ人見知りらしくてあ<ー>だ全然遊ばないなって芸人とかとも、うんうん、だから飲むのは「タイムシーンの山本さん」と「その宮下草薙の草薙さん」とか「それぐらい」とか言ってたから、うん、でまあまあでちょっとさ初めましてのさ飲みの場の先輩って温度分かんないから、うん、結構だから相手のテンションに合わせるじゃないそう、ね、で結構平子さんロー」だった俺もちょっとそんなボケたりせず「うん、ロー」な感じいったら。 途中から、あ、あ、私、みたいな。女の子来て。で、飲み屋の女の子来ると俺、なんとなく、なんか LINE で、その、その日、なんか、飲み屋の姉ちゃんも来るかも、みたいな。言ってたから。で、意味わかんねえから、むし、なんか、俺の中でかて省いてたの。うそしたら、なんか来て、二十歳ちょいすぎぐらいの。ためタメ口のバカ。ええ まあで平子さんがどうやら、えー、普段夜の店行かないんだって、うんでまあ、奥さんとかにもなんか許可取って、うん、でラジオとかでも喋ったりとかして同級生に連れてってもらってラウンジの女の子、うん、でなんか飲もうよってなったから呼んだんだよみたいな、うん、ちょっと思うや俺内心ちょっと待ってくれ平子さんと、うん、今日俺、伝説の夜し作りたかったのにあ,、ね、あの本当やっと叶った飲み会だもんね。<laughs> でテレビもない持ってないんだってその子はだから芸能人も平子さんのこともそんな知らないみたいな、うん、もちろん別に俺のこともなんかまあぼやっと知ってるか知らないかよくわかんないみたいなタイムマシンの山本さんも来て山本さん「おいっす!」とか言ってでその女の子中心にさなんか「ああんかえでその子がなんかわかんないけど古い映画結構好きで」とか言って、うん、なんか古い映画でも思わず盛り上がったりとかして、うん、でなんか俺も合間合間でさ あのなんかそのまあその子もわかるような話とかでもこれもごめんなさいねちょっとごめんなさいひなこさんとか山本さんこれ耳に是非入ってほしいんですけど、うん、その女の子へのこの絡み方がちょっとおじさん好きなさすがに ダジャレとか親父ギャグみたいなのも多いし「寅、うん、さん見ろ寅さん風天の寅さん見たことないの?」みたいな「寅さん見たことある面白えんだよ」って「風てんの?」とか言って寅さんのギャグとかやって、うん、なんか「山本さんでお面白かった!」とか言ってなんかその独自さんすぎて俺そうお,お,おじさん酔いするぐらい絡み方ちょっとって<ー>持ってでじゃあなんか分かんないけど平子さんがちょっとなんか近くにいる後輩とかあれはなんかねえ デンとかはみたいな「うん、デンとか仲いいの?」っつって「だデン仲いいっすよ一緒住んでますよデン呼びます」っつってデンがその後合流したのね、うん、でその後そっからやようやく平子さんがそのガールズバーとかに来るおじさんのスイッチから、うん、カリスマ平子にッと変わっておおそこでようやくよ俺はそのでそのスイッチ入ったのがデンが居酒屋に入ってきた瞬間にデンがジョーク。 っってやった瞬間の平子さんのスイッチカチッと入って「待ってたよデン」みたいな「うん、てかいいね」みたいなこういうさ菅ちゃんいてでよく飲む山本いてさ、うん、でこういう女,女の子、うん、ラウンジでたまたま俺と偶然出会って飲んだ女の子でデンが来てさ「俺こういうジャズみたいな飲み会が一番好きなんだよ」っ <laughs> てジャズ、うん、もうジャズってさジャズねそうジャズ こうジャズってこう楽器をたまたま持った偶然、うん、あの駅前の広場で集まったやつらが奏で始めるみたいな<ー>セッションし始めるっていう、ね、平子さん節ですね、うん、なんかちょっと俺こういう飲み会が一番好きなんだよっていうの始まって、はいうん、で山本さんとかうるせっすよ何言ってんすかとか言うけど太、うん、田プロの人間だったらそう,いう突っ込んだりとか、うん、無視したりするんだって、うん、でも俺と出るなんかそ大好物じゃん。はい で俺とね2人で口揃えて「いやマジジャズいいじゃないですか」って「俺のトロンボーン出していいですか」みたいなこう乗ってって <laughs> あ<ー>で平子さんも「見えるなその飲み会」うん、ないから太田プロでそんなノリがどんどん3人テンション上がってって、うん、移動する時とかもなんか「平子さん俺あの雨にこうこれ小雨ぐらい降ってたんだけどこれぐらいの雨だったらさ傘ささねえんだよな」みたいな「うん、で俺とね」とかで「わかりますよ」 なんかやっぱ濡れてる自分もいいっすもんねって、うん、でっかい男と金髪の細めのやつとホストみたいな3人でこのロマンチック下北でやってみるみる女の子はつま損なそうしてくる、うん、さっきまでのおじさんのノリの方がまだましだったみたいな、うん、でそのまま、まあえーっとまあ、解散して、うん、でえー、っとなんか解散されるとちょっとガチャガチャだっ,ったんで「だ山本さんちょっとそろそありますわ」っつって、うん、なんかその流れで俺もうちょい飲みたかったんだけど「あじゃあさちゃんもう帰る?」つって杉子さんタクシー呼んでくれてノリだよっつって,乗って。 で、俺、デンと家同じだからさ、家の近くの居酒屋で降りてさ、デンにちょっともう一杯ぐらい飲むみたいな。で、俺待ってたの。でもなかなかデン来なくて、2三30分。で、下北で飲んでたから、俺ら家近いからさ、なんか全然来ないなと思ったら、びしょびしょのデンが来て、いや、お前何してんのっつったら、いや、なんかあの、平子さんがちょっと歩こうか、つって。で、なんか、家まで送ってくれたんだって、デンのことを。おで、二人出て、そっから甘う強くなって、結構、もうびしょびしょよ。そっから、 平子さんが「でんさ夢とかあんの?」とか言って「<laughs> いいですね!」俺もよなんか海外とかけ結構興味あるんだけど海外とか興味ねえのかよ」みたいな「うん、で,でまさに海外でバズりたい」ってったから、ね、お互い「海外行きてんすよね」みたいな「海外でちょっと人花咲かせたいんすよね」みたいな「うん、いいね」っていうだけの20分送ってきたんで <laughs> それ聞いて俺も「いいね」ってなってさ。いやでも、うん、あのー その話聞いてッチしたんですそれこそねあの最近カリスマ三重士やってるじゃないですかああ栗谷さんとね栗谷さんとその上位五冠ずっといたのが平子さんじゃねいやそうなんですね平子さんとかさ小沢さんとかさねあの辺りの方々そう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 ちょっとかましもありながらだって僕はね今関西大喜利番組「ザオ」ってあるじゃないですか結構 えとあれ結構カットされるけどオープニングでさジュニアさんと絡むところとかあるじゃない、うんでまあ、俺だったらそのさジュニアさん今日本物のお笑い見せてあげますよとか、うん、でもさ待たせすぎとか言ったりかますじゃない、うん、うん、これの原点ってもう平子さんだからそうだ、ね、正月の蔵王スペシャルであの特別審査員に松本人志さんが来てお で、その時に平子さんが、じゃあ今日えっと、本日の出演者、アルコペース平子ってジュニアさんが紹介した時に、うんうん、平子さんがバーって松本さんの前に行って、あの、テーブルバーン叩いて、松本さん、今日俺、あんたと勝負しに来たんだよって。<laughs> 俺、それを見た時にでそっから俺、ザオの立ち寄りもあれにしてんのよ。やばい。あの平子さん、かっこよすぎて。で、その後、初戦敗退してんだよ平らさん、<laughs> 大滑りで。<laughs> 初戦敗退 <laughs> 大滑り。えー いやだからそう我々のやっぱ師,師匠でもあるわけですよやっぱ平子さんそうですよね、うん、いや俺ねなんか僕結構なんか参考にしたとこ僕もあるのあるでしょなんかどっかあるじゃんかましの部分でなんかそれはなんでかていうと平子さんと僕ね見た目ちょっと似てるって言われることある、うん、でかさがねでかさとか、うん、その体格とか芸風、うん、は全然違う、うん、でもあの見た目で、うん、その攻め方できるじゃないですかうん,うん、うん だからその攻め方って僕全くわからないのが体がでかい人ってちょっと怖がられちゃうからそう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 あまそういう強気なボケしないもんねそうなのよ体が大きい芸人さんってそういうのできないけど平子さんはすごいから、うん、あどうあそっちかとか思いながらただよく真似しようと思うんですけど、うん、センスが違う <laughs> まあそりゃそうよ <laughs> あなただって大ちゃんフィビコットウェンターってやってんだから <laughs> <laughs> うんあうんあですよ、うん、あとでかさで言うとまあ確かに大ちゃんもでかいじゃない、うん 多分、大ちゃん見たことない人、でかって思うと思うけど、はい、桁違いでかい。俺、だって途中から俺、ヒュージャックマン飲んでんだからのと思った。でかすぎて。<laughs> ウルバリンと飲んでるぐらい、<laughs> お前の二回りでかい。いやし、この前俺、一緒だったの、ロケ。うん。あの、俺より、あの、体重あったもん。 バカでかかったで身長もでかいんだよねそそううもあるからめっちゃかっこいいんだよな結果僕は何伝えたいかというともうそういうなんか別にいいんですよその場に女の子いるとか全然いいとラジオとか喋って別にいいんですけどおじさんみたいなボケでんやめてくれとそれだけあれはがっかりしました平子さん正直多分山本さん大変すぎて帰ったんじゃないですかそれはあるかももうしんどそうだったカリスマのノリが。 はい、いいやちょっといいなあ<も>そういう飲み会行きたいですねだからちょっとネオ・ヒラコででもお前だってそのね相田相田軍団のさんね相田、うん、さんもよくこの前行けなかったの夜中2時にね誘って頂い,いてさすがにちょっと行けなかった高野さんと相田さんって俺の大好きなお二人が飲んでるもんもう最高メンバー、ね、最高メンバー高野さんとか俺も見てるだけで「見なよ!」って言われてめっちゃ面白く <laughs> も,もう俺大好きなんだよな最高のね、はい、ハッピーですから ちょっと今度僕もそういうチームちょっと作ろうあいやうあお前が作りたいしあとやっぱ先輩プッシュするの大事ですね飲みたいですとああそうねプッシュ大事、はい、僕今もう目標にしてるのがやっぱ最終目標はもザキヤマさんぐらいまで行きたいです聞いたことないねザキヤマさんが若手連れて飲んでるってそうだから、うん、ザキヤマさんとか田淵さんとかあはいはいフジモンさんとかもうんうん、なんつうのスーパー 面白なんかノリ明るい <laughs> これも藤本さん申し訳ないけども藤本さんあの、えー、ゆうちゃみと信子とばっか飲んでるから知ってるよ本当に俺もうねタメ口でいいかなと思ってるよくないよそんないや俺プライベート信子とゆうちゃみとしか遊ばない人は俺もタメ口でいい <laughs> いやいやいやもう藤本さんもうちょっとそれこそもう来週話そうかな、うん、藤本さんの話めっちゃあるのよあるのね はいちょっとじゃメール行きましょうか行きましょう、えー、続いて、えー、ラジオネーム数学定二楽すかちゃん大ちゃんのぼ番は,ボバンはいつも楽しく聴いていますありがとうございます最近ガタピーを中心にみんなでいろいろなことを改革しつつあるところかなと思って自分をメールしてみましたうん、うん、おおはいマジでそう番組を聞いていつも気になるのですが回によってガタピーの声が入ったり入らなかったりするのが気になります、うん 時に2人がガタピーの喋ったことをリピートしてくれることがあるのは助かりますがそうでない場合の時は、えー、沈黙に向かって2人が会話しているという不思議な時間があるのがどうしても違和感を覚えてしまいますとなるほどもちろんガタピーは表の出役ではないと思いますので無理にとは言いませんがガタピーにもマイクをいただけてあげてほしいなと思いましたいろいろなメールに対して意見やアイディアを出すガタピーはガタピーがプロデューサー、えー、としてすごくかっこいいなと思いますなんか うん、マーカーされてます、ね、ーーてガタピーがプロデューサーとしてすごくかっこいいと思うリスナーがやったとかじゃないですか、ね、やっちゃいますこれガタピーがやりました <laughs>、えー、何かうまくいく形はないのかと感じていますこれからも番組存続地上波昇格に向けて応援していますなかなかとすみませんでしたと、はい、ああまあちょっとこれがねちょっとまあまあ一応ガタピーの声が入ったり入らなかったりはちょっとスタジオが毎回ねそうなんですよね変わっててっていうね 文化保存のまあ10個ぐらいストジがあって、ねうん、まああとその沈黙に向かって喋ってるはその我々のその技術不足というか我々がちゃんと翻訳というかね代弁すればいいんですけど忘れる時があるというねまあまあありますよねあのラジオブース内に作家さんいて作家さんとの会話が相づちが聞こえたりするみたいなのがねでも基本的にラジオのあれでそんなにスタッフさんの声がメインで入ることってそんなにないんですかね作家さんはある うんうん、確かにまあ作家さんはあるかなんかそのラジオの番組の中でもみんなが認知する作家さんのとこ出てくるまあ結構あるっすもんねまあ,まあ,、まあ、あのー、僕パーティーちゃんのやってるラジオの方は、うん、YouTube の作家でも入ってくれてるたっくんっていうタっくね 作家入ってるんですけど、たっかすごい優秀なやつなんだけど、うん、おっちょこちょいの部分あって、うん、あの一時期ね、昔よ、あのラジオで隣作家として隣に座っててあの、俺らより喋ってる時があるっていう苦情のメールもった時ら <laughs> めっちゃ落ち込んでた。<laughs> えー、俺そんな喋ってるか。相槌ちがね、テンション上がってでかくでな,なるほど、なるほど。まあ、どうですかね。だからまあ、最悪ですよ。うん、もう、たまにあるじゃないですか。スタッフさんがそのまま演者に、 入っちゃうみたいな。うん、あの、水曜堂でしょう的な。はいはいはい。ま、そんなノリでもガタピーももう出演するっていうパターンもね。うん、ただね、なんせ、あのー、この番組なんですけど、はい、あのー、伝説のワンオペでやってるんですよ、ガタピー。<laughs> <laughs> 全然もしこれでガタピーぐらいの歴がありますとねあ普段カルチャーズとか文化放送の先ほどやってた地上波の方ではプロデューサーだったんで周り作家さんとかスタッフさんがいてほぼねガタピーはちょっと見張ってる感じのね監査役的な感じだからいろいろできるしあ他のみんながやってくれる感じだったんだけどこの上り気味に関してはガタピーがスタジオに来てしまうとフロアが誰もいないというか。 だから誰がレッってことなるのか誰もレックも何もできないしそっか忘れてたそうかガタピーがこっちできたらもうただ喋人で喫茶店そっか喫茶店なるだそうなの打ち合わせになっちゃうんだよねそこが問題なんですよじゃあもしねこっちのやってくれる人がもしできたらガタピーもこちらへと。 んかあの今までずっと3人でやってますけどもしガタピエこっちに入るような感じになるのがいいってなればちょっと我々があのちょっと我々と勉強したいっていう作家さん誰か呼んできますかあまあそうね確かにねまあまあっていう感じでございますわはいじゃあ続いてえのぼり団ネームリンゴパイパイはいオーリンパイえすがちゃん大ちゃんガタピーさんのぼんにちは先日ネットニュースを見ていたら韓国のマクドナルドで「 ポテトの販売休止というニュースを見ました、えー、私はマクドナルドのポテトが大好きなので日本で販売休止になったら困ると思いましたはいすちゃんと大ちゃんはこれがなくなったら困るというもの、えー、とか商品とかサービスはありますかいや天狗以外でお願いしますいやないだろう天狗はなくなったら困るよ困るよさあ何か、えー、愛,愛用してるものとかねたまにあるよね あの使ってた洗剤が急に廃盤になった、ね、うわーあるわあまあなんか何でもいいんですけどめちゃくちゃあるまず一個、うん、パッと思今もうあこれかなと思ってもうパッと浮かんだのは、うん、あのライフガード <laughs> お前っぽいですねライフガードあれめっちゃ好きなんですよねあんまりね分かんない俺大人で飲んでる人あんま見たことないでしょ、うん、俺もジャンポケの斎藤さんぐらいしか見たことないんだけど <laughs> あの家であこの系統の人が飲むんだ <laughs> <laughs> あ,あ、そっか,か、そっか。なんかね、俺、うん、本当にライフガード、小学校の時から好きで。うん、でも、そんな、いろんなとこに置いてなくないそうなの、ね、だから、最近、あるコンビニと、ないコンビニがめっちゃあって。うん、だから、そのコンビニによって、会った時、絶対買っちゃう、なんか。嬉しくてね。うわライフガードあると思って買っちゃうぐらい、うんうん、なんか好きです。好きですね。なんか。どんな味だっけ、ライフ。俺、全然飲んでね。なんかね、まあ、 なんエナジードリンクあれエナジーじゃない,ゃないビタ、なんつうのかなつまり、普通に飲料炭酸水みたいな。甘い炭酸水甘い炭酸水。あ,あ甘い炭酸水なんだ。ただ、キンキンに冷えたライフガードを、むっちゃ喉が開いた時にぶち込むとやばいんですよ、その。あー、あれあれわかります<ー>で、わかりますよね。んなんかね、あのね、ぬるくなるとね、その力がね、うん、もうね、マジで100分の1ぐらいになっちゃうその。 ああ、なる魅力が、ね。魅力が。うん。でもこう、キンキンの、頂点ライフガードはもう、あとさ、部活の後。部後ね。そうそうそう。<ー>だからあ、わかった。リアルゴールドあるじゃん。はいはいはい。うん、なんか、あれってさ、昔、量が少なかったり、いろいろ、まあね。あるじゃん。うん。あれの、なんか、でかい版のイメージだったかな。なんか、なんかね、 まあ、すごい好きだったな<ー>だからなくなないでほしいなってずっとあるかもしれないああじゃちょっと夏流れで言うと俺か俺アイスボックスに、うん、あの炭酸のアクエリアス知ってるあできたよね最近そうあれプチ込んでいやちょっと前からあったかなもうアイスボックスのグレープ味にそのアクエリアスプチ込んで飲むと俺もうビールより好きかもそれは夏に関していやいやいや確かになそれかまああと俺はね粒組みですね 粒組えー、俺甘いもんあんま食べないんだけど移動で絶対粒組み買うのよ、うん、粒組みもなくなったら困るねうわ確かにうわあと赤辛ね <laughs> 思い出したかのようにね、えー、赤からいや赤辛のないや赤からごとなくなるってことないからさ赤辛のこの商品がもう半端ないからだからあの家の鍋のやつなくなったら俺結構嫌<ー>だなあれさ冬しか売ってないいや 売ってますよ僕だから結構探してんだけどないんだよね。花サとかにはありますよ。スーパーはあるっすよね。結構ね俺スーパー探してんだけど有の近所のスーパーがないだけかな。でかあでも、まあ、なんで、ね、そっかポテトううな,なくなるんだ、ね俺。マックポテトはきついねそうだね。 さあということで皆さんたくさんのメールありがとうございますありがとうございますちょっとまたメール読んで、はい、まだまだ募集しておりますのでお願いしますさあということでエンディングでございます、はい、ええー、まあ事務所ライブの告知させてください七、はい、月二0日土曜日東京丸の内丸ビルホールにてウェルウェルネクスト開催しておりますウェルネクストの MC はサンシャイン池崎さんとギャラソネさん、うん、なぜこちらお昼の十二時半から会議すげえ ギャル曽根さんだギャルさんねよく受けたねギャル曽根さんいやちょっと楽しみだけどの有吉ゼミ以来だはお会いするあそう逆に俺ゼミしか会ったことないからねさあそしてウェルでは数年ぶりに厚切りジェイソンネタを披露 Why? Japanese people 僕同期ですね午後4時から開演我々ウェルネクストに出演しておりますと他んか告知は大丈夫ですあでもね7月はですね まあ、まだこれ何って言えるかわかんないんで、うん、SNS 見てほしいんですけどでか、うん、ゴールデン番組出ますね一方でかでかいいですねでかゴールデン番組デカ出ますよ出ますねそれちょっと見てほしいなといぜひ、はい、お願いしますはいさあ、まあ、僕も7月、えー、7日ですね、えー、我々が応援アンバサダードをやっている「杖と剣のウィストリア」が TBS 系列にて、うんえー、16時半から放送されますのでなるほど 我々ものアンバサダーですよ。この前、社会みたいなのがあって、スペシャルゲストでパーティーちゃんです、ぱンとね、芸能人仕事。ねえ、マジやりたいんだけど。<laughs> いや、だから、あのまだあれ、な,なんだろうえ、アダルトビデオ作品とかのやつってとかでなんじゃないなんで俺らそっちなの違うからね。<laughs> だってさ、て相方あれだよって。そうよ、だって、その動,く動くペニス君の相方なんです, <laughs> いいですから。<laughs> ちょっともう、ね、僕,僕はもう表で頑張りますそうね<も>あとなんか今大ちゃんっていうキャラになってるから逆にもっと手前のキャラつけたら、はい、うちだってギャルだから呼ばれてる俺もチャラ男だから呼ばれてるって仕事あるから、うんはい、大ちゃんって何キャラみたいなのも改めてちょっとつけてみたらそうね熱血大食い頑張る汗かきバカボンバーヘッド肩幅でかもだそれが大ちゃんな <laughs> 多いんでそぎ取れ一 <laughs> 個でいいからそっかはい さあ我々 SNS もやっております公式 X も、はい、え昇り気味公式 X もございますのでそちらの方のフォローもお願いしますそしてこの番組ではメールを募集していますメールアドレスはスガダイアットマーク J O Q R ドットネットローマ字で S U G A D A I アットマーク J O Q R ドットネットでございますはい、えー、番組を見ての感想僕たちへの質問何でもいいです、えー、そしてふつおた家飲みおつまみ最強王座決定戦目指せ地上波ラジオへの道恋愛相談実はあいつこんなやつなんです何んだのその謎を追え各コーナーへのメールをお待ちしております よろししくお願いします、はい、メールを採用させていただいた方全員に上、えー、り気味オリジナルステッカーをプレゼントしております。 えー、郵便番号住所の前必ず書いてくださいすみませんガタピンのワンオペなのでちょっと発想本当に全部すシフト作りからキッチンからーホールから全部やって、ね、全部やってんねんこんな居酒屋なかなかないですから皆さんもちょっと、はい、分かってほしいお待ちくださいはい。この番組は毎週木曜日の十八時頃に更新されます Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞くことができますし YouTube では動画付きに見ることができますぜひ次回も聞いてくださいはいということでお別れのお時間ですおわりはパーティーちゃんの菅ちゃん最高のマウントチャンピオンズの大ちゃんでした 大ちゃんこれからどんどんいけるから大丈夫だよお前根拠はいや、<laughs> 面白いからありがとうせーの駆け上がれ,上がれなダメだよこんな終わり方しちゃう信じてる <laughs> 頑張れよ <laughs> 見てる